このレースはちょっと難しい。難しい。どの辺が難しいですか。決勝戦だけあって、あのみんな強い。みんな強い。ああ。で、決勝戦。そう。もうあと1分後に始まります。もう11分よ。11分。ああ。なんとかね、ちょっと当てて、ね、挽回してもらって、挽回して、せめてチャラで勝ちたい、いい気分で、さあ、勝てるか、岩さん、勝てるか、勝てますか、分からんの、マジで、分からない、分からん、難しいって、難しい、もう気合いをこのカメラに向かって、頑張ります、頑張ります、岩さん、岩さんのゴール、岩さん、来て、投票窓口を締め切りました。ここで実況、ここで実況して、見るやろ。あ、見るよ。うん、だけ。あ、見るとここちょっとどうせなら実況。あ、そうやね。今からレース始まるぞ。ちょっと分かんない人にも分かるように。あった。買いました。また新たに。あった。169。169。168。マジで16でいきます。17はもうちょっとあんかちゃん。勝てない。いやいや、さっきの17や。17200円。17買ってないんすか。大丈夫かい。さっきの、ね、大丈夫か。さっき17買っちゃってこれ買ってないけど。17って大本命じゃないですか。大本命よね、17は。ね、34000してた。34000。おお、次は3連単。34000。ああ、伊藤さん、これはいい感じ。いい感じ。気配と怖いから。俺的には6が来てほしい。6的に137は誰も予想してなかったってことですね。そう6が来てほしい。玉予想使わない。ああ、なるほど。このレースは6が来んかったらアウト。そうですね。16系で。予算16。あ、6いったね。頑張れ。オッケー。よしいけ。これ行くかも。はい、行く。これ。あ、一番。ダメやられた。マジで。いやでもうちが飛んでるの6や。あ、いや2か。あー、うっそー。マジか。かわいい、気になったけどね。予算ない。28ない。買い方が悪いね、やっぱね。どの辺が悪かった。やっぱ8が優勝だったか。いや8でした、今28、82やね。82か。ないです、なかった。ダメだ、やっぱり取れん、難しい。でも並びやがい、28はいけると思ったけどね、今。じゃあ5000かけて全部やりましょう。全パー。これがギャンブル。これがギャンブル。やばい、6はいません。8かかった。ああ。結構高いと。はい。8を買う人が悪い。シビア。6でいっちゃいけんかったな、やっぱ。ベテラン全部負けるっていうね、しょうがないね。ギャンブルは男の世界だね。8。いいの、まずい。